よく来てくれたの。アネモナ以外なら何でも売ってやるぞ。大事に使っておくれ。ああ、また来ておくれ。そなたたちか。聞かせてもらおう。ほう、上出来だ。これを役立ててくれ。
退屈な仕事だったぜ。わあ！地方とはすなわちこのわし、ロール川の精モルビアンの方よ。さあアジタとやらに連れ帰り、存分にめでるがよいぞ。そうだな。
ドルさん、どうしましょうか。頼まれました。かしこまりました。頼まれます。他にまたいつでも行ってください。ワクワクするの。あんふんあんふん、まことびみじゃ。またいつでも来るがよい。あんふんあんふん、またいつでも来るがよい。こりゃうまい。またあんふんあんふん、ほれ持ってゆくがよい。またいつでも来るがよい。それじゃあな。どうぞ召し上がれ。他にもいるかな。また来てね。助かりますわ。美味しそうですね。
心ばかりではありますが。こんなにたくさん。お礼をしないとね。どれくらい集まったのかしら。幸せがいっぱいね。お礼をしないとね。持ってきてくれたのね。幸せがいっぱいね。お礼をしないとね。持ってきてくれたのね。こんなにたくさん。お返しするわね。よいしょ。あ、宝箱です。
よいしょ。で、アダル君、いらっしゃい。次はか、またいつでもどうぞ。アドルさん、どうしましょうか。かしこまりました。他にどうかお気をつけて。うん、ゆっくり選んでね。どうぞ召し上がれ。他にまた来てね。あなたに関し、まあこれは。ブリリスさん、見たところ怪我の影響はなさそうだな。なんだ、心配をしてくれているのか。あ、んなわけねえだろ。体はもう問題ない。あの時は無様な姿を晒したな。同じ鉄を踏まぬよう私も精進せねばなるまい。あの満月のクリムワルドはまた来るってこと。ああ、遠からずその時は来る。だがそなたたちは私の想定以上に成長してくれた。この調子で一層の精進を期待する。アプリリスさん、なんだか変わった。相変わらず偉そうに勝手なことを言うよね。とりあえず目の前のグリムワルドを切り抜けるわよ。怪人たちを黒煙だ。魔を撃て。さもなければ永遠の夜は明けることあたわず。人と魔の境界にてこのアプリリスが忌まわしき夜の始まりを告げ。任せてください。はい、
助力が必要か。任せろ。大丈夫です。素晴らしい。
敵こいつで最後だ。打ち負けろ。さあ行こうぜ。このまま一気に殲滅するぞ。道を切り開くぞ。この戦いの先に希望があると信じよう。見事だ。そなたたちならやってくれると思っていた。はあ、緊張しちゃいました。任務完了ですね。うん、手ごわかったけどなんとかなったわ。そういえばまた監獄に侵入したらしいね。何か収穫はあったの？そういえば廃墟者さんと毛利夫さんに伝えていませんでした。障壁に変化があったのは感じたけど、そんなことが。ねえ、監獄へ侵入した時って囚人たちには会ったりするの？それは監獄なのでそういう機会はあります。ひょっとして誰か会いたい人でもいるんですか？いや、そういうわけじゃないけど、とにかく満月のグリムワールドが普通じゃないのは分かったよ。私は町の外に用事があるわけじゃないけど、満月は手ごわいし、その時に備えて準備する必要はありそうね。時間のようですね。よく来たのう。擦り傷でも侮ってはいかんぞ。大事に使うんじゃぞ。ほれ、持っていくがいい。大事に使うんじゃぞ。まだ何かあるのか。怪我には気をつけるんじゃぞ。
もしかして。こんにちは。何が入り用ですか？まだね、また来てくださいね。拾ったぜ。あ、宝箱です。よし、ゲットだ。宝箱がありますね。よし、ゲットだ。習得いたしました。
習得いたしました。そこにいるのは獲得いたしました。鷹だ。また暴れるのか。習得いたしました。そらよ。どれも自慢の品よ。お目が高いわね。他に何かいる？また来てね。
では聞かせてもらおうか。結果を出しているようだな。こちらは報酬だ。アドルさん、何でも申し付けてくださいね。じらさないでください。今日もガンガン働きますよ。他にいつでもお待ちしてます。